空手選手の植草由美です。今日は、中段突きのテクニックについて教えていきたいと思います。では行ってみよう。これから中段突きをやっていきたいと思います。まずはやっぱり強い突きをつくため、技がきちんと線があるように見えないといけないので、ミットに強くつくんですけど、その時に体の回転だったり腰の動きを意識してやってみるので、まずは一回見てください。で、この時に意識するのが後ろ足、膝、腰がきちんと中に入るように。まずはつま先が回転して膝が入って腰が入る。で、上半身も回転してきて突きが入る。で、引き手の時にきちんと腰に返るようにして意識してもらって、体がきちんと前と横を向くようにして意識して突きます。で、この時は結構みんな回転するんですけど、自分は縦剣で突いてます。縦剣の方が強くいけるなと思ってやってます。もう一回いきます。つま先、膝、腰、体が入ってつく。で、まっすぐ戻ってきて帰ってきて、つま先、膝、腰、上半身を回転させてきちんとつく。きちんとその時に最初に前足を出しながら、つま先、膝、腰を入れて戻る。で、もう一個ラスト意識してほしいのが、前膝が出なすぎると頭が乗ってしまうので、こういう突きになると相手からの突きも先にもらってしまうから、ちゃんと体の回転も利用するために上半身は真ん中にあるようにして、足はきちんと前に出した時に付け根に乗る意識でついて戻るを意識してやってみてください。次はちゃんと防具をつけて実際に相手に向かって中段を打っていきたいと思います。で、さっきはだいぶまだ距離が出てなかったんですけど、次はきちんと距離を出して相手の懐に入る中段をやっていきたいと思います。はい、この時に意識するのが、きちんと構えている時に相手に前手でプレッシャーをかけていることで、入るときにまずは足、前足から動いていって、さっき練習した膝、つま先、膝、腰が入ってつけるように。で、きちんとついたときに一本の線が見える。で、そこから引いてきて1、2、離れるところ。じゃないと、離れないとここでパーンって決めて終わってしまっていると、もしこのポイントが入らなかった時に突きが入ったり、こっちに蹴りが入ってしまうので、打った後の最後の斬新というものは大切にしてやっていきましょう。もう一回いきます。皆さん、私の中段突きのテクニック講座どうだったでしょうか。まあいいとして、やっぱり人それぞれ
教え方も違うし表現だったりも違うし価値観も違うので、みんながみんな私のやり方ではなくてもいいと思うし、でもあいいなってしっくりハマったらこれでいいと思うし、自分なりのいいところがハマったって思う瞬間っていうのを見つけていってもらえたらいいと思うので、ぜひやってみてください。まだまだいろんな動画上げていくので、チャンネル登録いいねよろしくお願いします。